はい、ごきげんよう。ね、中3の英語ですね。まあ、今日はね、また一つ新しいお話入ってきました。it to 構文というやつですね。こいつ紹介していきます。it to 構文の形ね、どんな形になってるかっていうと、はい、is なんちゃら to 何々。ね、こんな形になってます。はい、it is なんちゃら to 何々。ね、この形で it to 構文ね、ということですね。で、to の後はね、動詞原形ということになりますので、一応話題としては不定詞というお話になっております。はい、この it to 構文ね、じゃあどうやって訳していくのかな、ね、どういう意味になるのかなということでいきますと、はい、この it っていうのはね、今回はね、これね、それはあってね、it is ってそれは何々ですって、ね、訳したりしたけれど、今まではね、この it to 構文のこの it はね、まあちょっとそうね、とりあえず飾り的に置いてあるだけみたいなもんなんです。ですが特に意味がない。はい、ですので、to 以下、to 以下、不定詞部分ですね、to 以下することは、ね、to 以下することは、はい、なんとかです。この場合だったら、speak English することは、difficult です。はい、こんなような意味で取っていくんです。はい、ですので、はい、英語を話すことは、はい、英語を話すことは、difficult、難しいですね、なんていうふうなね、文章の意味になってきたということでした。それから、もう一個ですね、この to の直前です。この不定詞取ってる to の直前に、誰々でなんていう風にね、入れることもできまして、この for 誰々なんていうのが入ってきたときは、誰々にとって、ね、誰々にとってなんていう意味がさらに付け加えられるわけですね。はい、そうしますと、やっぱりこの it でそれは何々ですなんていうふうに訳さない。はい、to 以下からです。はい、get up early。get up early することはです。get up early することは、you にとって good です。はい、こんな調子。はい、ですから、get up early っていうのは早く起きること。で、早く起きることは、はい、あなたにとって、はい、グッド、良いです。とか、または良いことです、ね。なんていうふうに言ってあげちゃっていいのかな、ということでした。また、疑問文だってあります。ね、is it native? だから、is it ですね。is it important for us to study English? ね、やっぱりここで誰々にとってという for us なんていうのが入ってますね。はい、to、ね、to 以下することは、はい、to 以下することはですね。はい、ですから、英語を勉強することは、はい、私たちにとって important、重要ですかとか、大切ですかね、なんていうふうな意味でね、この it to の文章は取っていくんだということでございました。はい、では、一旦途切れましてですね、次行きまーす。ということで、引き続きましてですね、教科書、文章、ね、実際にその、まあ、it to などが使われているところ、まあ、it to ね、実はちょっとあまり、ね、今回、どっちかというと現在完了の方が多いんだけど、まあ、割合としてはですね、まあ、it to が使われているところなんかをね、まあ、見ていってみようかということでした。で、さらに、本文もね、ちょっと、細かいことはちょっとカットしちゃいまして、ね、まあ、しっかり見ておきたいなっていう文章のところだけ引き上げてみました。はい、では、いきます。ね、弁当の話だったんですよね。はい、そこで、Have you heard of an 駅弁。駅弁です。いわゆる駅弁ね。はい、で、Have you なんていうことで、ここでは現在完了なんですよ。Have has に動詞の過去分詞形 Have、ね、現在完了。そして、ここは経験のね、用法です。はい、そして、さらには、この、ハードっていうことで、現在完了だから、過去分詞でね、ハードになってるんですが、まあ、もともとは、here っていうことですよね。here ね。here of。はい、here of なんていうんでね、ちょっと実はですね、決まった意味がありましてですね、何々のことを聞く。ね。はい、何々のことを聞く。ね。なんていう意味があるんです。はい、聞くですね。はい、聞く。ね。はい、ですので、はい、この場合は、経験ですから、疑問文ですから、したことがありますかってことになるわけだよね。じゃあ何したことがある？はい、here of, ね、hard of. だから何々のことを聞く。だから何のことを？はい、an 駅弁。はい、ですので、また通しますと、あなたは駅弁のことを聞いたことがありますかということなんですね。聞いたことがありますかね、いうことなんですよね。で、その後に、あ、いや、聞いたことねえけど、ね、それはなんだいっていう話で流れてる。そしたら、まあ、その答えとしてですね、It's a 弁当 available at train station. はい、それは弁当ですって言ってるね。弁当、弁当。で、それは弁当です。で、この available という言葉なんだけれども、
これがね、入手できる。ね。入手できる。ね。入手できる。ということですね。はい。どこで？アクトの後。トレインステーション。トレインステーション。ね。トレインっていうのは電車だよな。はい。で、駅ね。ステーションですから、電車の駅なんていうことで、ね、取っていきましょうか。このトレインステーションですね。はい。ですので、それは弁当だと言ってるんですが、どんな弁当？はい。電車の駅で、入手できる弁当ですということですね。駅弁って何ですかって言われて、あ、それね、電車の駅で手に入れることのできるね、弁当のことなんですよっていうようなことで、ここで説明だったわけですね。はい、そしてその後、また I've had、have has に過去分詞ですから、はい、現在完了ですね。やっぱりここも経験の用法です。だから、はい、had、またここと一緒で聞いたことがあるというんです。はい、じゃあ何をあるんでしょう。はい、there is there are ですね。何々がある、いるです。はい、じゃあ何がある、何がいる。More than 2,000 kinds of 駅弁 in Japan ね。はい、more than なんていうので何々以上ね。More than で何々以上でした。はい、ですから2000以上で、さらに言えばここで kind って言葉がありますから、kind っていうのはね、種類っていう言葉、ね、種類っていう意味ですよね。はい、ですから、まあ、2000種類、はい、2000種類以上、さらにはまた駅弁と続いてる in Japan ね。はい、ですので私は聞いたことがあるわけですよ。はい、一番後ろ行きましょう。はい、日本ではてか日本にはということね、日本には2000種類以上の駅弁、はい、2000種類以上の駅弁があると、はい、聞いたことがありますということなんですね。はい、私は日本には2000種類以上の駅弁があると聞いたことがありますね。そう、駅弁ってそんなにあるんですね。はい、最近じゃあね、コロナの関係でなかなか旅行なんていうのもできませんがね、またこういった駅弁っていうのも一つの旅行の楽しみではございますけれどもね。何ですか、高崎ではだるま弁当ってのがありますかね、あんなのも一つの駅弁ですわね。はい、そして最後、ね、ここで言ってというの文章出てきました。はい、It's fun to find your favorite 駅弁 on a trip ね。言ってというです。ですから、追加することは、fun、面白いです、楽しいです、ということですね。何すること ?find、見つけること。はい、何を見つける？ your favorite 駅弁。はい、favorite とね、favorite っていうのは、お気に入り、ね、お気に入りのですよね。はい、ですから、あなたのお気に入りの駅弁。はい、ここが一つのまとまりですね。あなたのお気に入りの駅弁を見つけることは楽しい。はい、そして最後にもう一個あった。on the trip。on the trip ってどうとろうね。トリップっていうのは旅行っていう意味なんだわ。ね、旅行っていう意味なんだわ。だから、もう on the trip ってさ、はい、旅行中なんていうんだよ。どうでしょうね。旅行中なんていうんだよね。はい、ですので、旅行中に、あなたのお気に入りの駅弁を見つけることは、まあ、楽しいですとか面白いですということですね。まあ、だからその旅行をしながら、全国各地で旅行しながら、その、で、お、これがオイル大好きだな、ね、駅弁送ったことないけど、うめえな、ね、そういったものを見つけられるっていうことは、面白いねってことですわな。まあ、ただ2000種類以上あるっていうのは、なかなかこう、食うことができませんで、ね、まあ、楽しそうではありますけれどもね、まあ、時間もかかりそうでございますね。お金もかかりそうでございます。はい、ということで、まあ、教科書の文章もちょっとかいつまんでということではありましたが、今日はとにかく、イットゥーやりました。はい、ですので、そのイットゥーね、が出てきているような、本文を見てみたんですが、最後の最後では出てたんですけどね、現在完了なんてのも復習に出てきてたようです。はい、では今日はこんなところでした。また。